この番組は目覚ましい活躍を見せる人々にスポットライトを当て、その実態を映し出すドキュメンタリー番組です。今回スポットライトを当てるのはビアカラーガード。日本のカラーガードチームである彼らを取材し、その実態に迫りました。カラーガード、その起源は軍隊における国旗の護衛隊にあります。国の象徴を手にするカラーガードは、いわば軍隊の花形。近年ではその芸術性から、欧米を中心に団体競技として注目を集めています。ビアカラーガードは2014年に代表綱島智也により結成されました。結成1年目にしてカラーガード全国大会初出場金賞を受賞。その後も国内外の名誉ある数多くの大会でその名を残しています。ビアっていう名前の由来はもともとラテン語で、経由するっていう意味があります。他にも道とかそういった意味があるんですけど、ビアはそれぞれの個人の道というか目標というか、そういったところを達成するためにビアを経由して各々が目指すものになれるっていうようなところを目標としている団体なので、そういった意味でビアというような名前がついています。目的としては、僕たちはカラーガードにすごくお世話になっているので、そのカラーガードを振興であったり発展させるっていうところがビアカラーガードとしての目的になります。カラーガードが作り出す賞はフラッグ、ライフル、セイバーと大きく分けて3つの種具で構成されています。カラーガードを象徴とするフラッグ、その抜群の存在感は賞に華やかさをもたらします。ライフル、セイバーは合わせてウェポンと呼ばれ、その名の通りライフル銃、サーベルを模した手具、軍隊を彷彿とさせるそのビジュアルから力強さや激しさを表現します。カラーガードの振りは綿密で繊細な作業によって作り上げられます。一拍一拍振り付けを行い、手具の向きや角度、ボディーワークを合わせる。同じ道筋をたどれているかを互いに確認し、一体感のあるパフォーマンスを完成させていきます。5月末、関東大会に向けた今年度のショーの練習が始まりました。ショータイトルは和。和は結成9年目にしてビアカラーガード初めての試みです。今年は和っていうのをテーマにしているんですけども、ビアカラーガードって今までちょっとカッコつけて西洋とかのテーマを取り組んでいたんですけど、今年はその原点に振り返って、日本人としてはやっぱり日本の文化をショーにするっていうような、結構日本の団体でいろんなところが和をこう取り扱ってるんですけど、ビアカラーガードがこう表現をする和ってどんなものなんだろうっていうところをですね、お客さんとかにこう興味を持っていただくと期待していただけるようなショーができればなというふうに思ってます。で、この半分とキャッチみたいな、はい、で
を表現するための振りがメンバーたちへ言い渡されます。種別にスタッフたちの手で一から考えられたオリジナルの振りは、難解ながらもビアらしさを存分に表現したものです。大会へ向けた練習は厳しいながらも和やかな雰囲気に包まれていました。今年はって言われて、はい、今かって思ったのがファーストインプレッションでした。なんかすごく意外というか、なんかビアって都会的なおしゃれなショーを作るイメージだったので、そのわっていう漠然としたテーマでいろいろあるじゃないですか、はい、舞妓はんとか、 なんか着物とか侍とか忍者とかいろんなものがわっていう中に入ってる中で、リアが何をチョイスして作っていくのか、なんかすごく楽しみ。日本のその女性みたいな動きでこうなんかしなやかみたいな動きもあるけど、でもこうキレもあったりとかっていう、そこのこのなんか掛け合わせというかバランスというかがすごくなんか難しそうだなと思って、こういろいろいろんな人のを見てちょっと研究しようかなっていうふうに思います。振りをもらってそれがそのイメージ通りにできなかったり思い通りにできないときは大変なんですけど、いろんな人に助けてもらってできるようにするところまでがすごいあのカラガードの良さだなって思います。バーが始まって少し経ったんですけど、なんか普段より繊細にやらないと、こう振り付けてくれたくださった方のそのイメージ通りにイメージになかなか近づけないなって思ってて、こう勢いだけじゃどうにもならないこう繊細さがこう際立つショーになるかなって思ってます。日本のカラーガード界の先頭を走るビアカラーガード、その功績の裏側にあったのはカラーガード発展への思いと表現活動への深い探求心でした。そうですね、まあ、カラーガードってこうフラッグとかライフルとか物を使えるっていうところで、普通のダンスよりももっと幅が広いと思っているんです。なんで表現したいものが何でも表現できるジャンルなのかなっていうふうに思っていて、あとはその表現をする場所っていうのもステージの上だけじゃなくってすごく広いこうドリルっていうのをやっているんですけど、その中でこう広さとかにもとらわれずに、まあ本当に幅広い表現ができるっていうところがやっぱりカラーガードの魅力かなっていうふうに。チーム設立から9年、ビアカラーガードはその歳月を経て日本のカラーガードを国内外へと発信するチームへと成長しました。新たな挑戦を試みる2022年、彼らの物語はまだ始まったばかりです。